こんにちは、小島の漁師浜優です。で、今回はですね、海鮮がヤバすぎるスーパーに行ってみたいと思います。で、どうヤバいかって言いますと、めちゃくちゃ種類があって値段も安いんですよ。それがね、岡山と四国にあって、まあ僕が佐原でお世話になってるとこなんですけど、それはほんまに関係なしに、僕が YouTube する前からええと思っとったとこです。それじゃあ早速行っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで僕が県内でね、最もおすすめする鮮魚コーナーがあるスーパー木村さんにやってきました。サーラでお世話になってるんですけど、まあ、だからってわけじゃなくて、本当にね、7年ぐらい前から知ってて、めっちゃね、鮮魚コーナーが充実してるんですよ。だから今回はそのすごい鮮魚コーナーに潜入していきたいと思います。行きましょう。まだでした。はい、じゃあスーパー木村林店の店長さんです。すいません、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ撮影していきましょう。はい、じゃあ鮮魚コーナーを見る前にちょっとだけスーパーの中を見ていきましょう。鮮魚以外にもこんな感じで切り身もね、たくさん豊富にあります。正直これは他のスーパーでもあるといったところですね。ここは正直に言っていきましょう。ただこっちは他のスーパーにはないぐらいボリュームがすごいなって思ったんですよ。で、これとか見てください。こちら、超大盛りエビでこんな入って1000円ですよ。これやってこんだけ入って1000円安い、これはちょっと頭おかしいですね。で、肉もねすごい美味しそうで、今日魚取りに来たんですけど、僕ちょっと今日肉に目がいっちゃいそうです。これ見てください、脂もすごいしごっついなと思いました。で、何よりタンがうまそうで、めちゃくちゃこれいい感じのタンで、これねちょっと帰り買って今日焼肉したいと思います。まあ、肉の値段は、まあ、普通かなとは思うんですけど、いい肉いいものを揃えてるなって感じでした。ここにはね、僕の商品もあって、こんな感じで浜湯のサワラっていう感じでやってくれてます。で、モニターで、僕の YouTube も流してくれてます。はい、じゃあいよいよね、めちゃくちゃ楽しい、もうまさにスーパーの鮮魚の遊園地。ちょっと何言ってるか分かんないけど行きましょう。ここはね、ほんと魚が多い、もうとりあえず多いスーパーでもダントツ。見てください、この魚の量、種類、いい意味でいかれてます。で、このスズキとかね、めちゃくちゃいいです。もう今のパンパンですよ、本当に。で、このカレイだってこれめっちゃくちゃでかい。で、なんかこういうね、変わった種類もいるし、めちゃくちゃいいね、これなんだっけな、名前が出てこない、胡椒鯛、そうそうそう。で、今日はこんな感じででっかいマグロの頭とかもあって、これね、お買い得ですよ。これいくらですか？2980円。安いです。これね、大量の頭の身が取れます。これ見てください、でっかい金目鯛ですね。で、アマダイに、これは何だろう、なんとか味だった気がする。で、このカマスが298円、安い。これなんや、ゲンゲや。これゲンゲっていう、なんかヌメヌメした鍋に入れると確か美味しかったやつで、タイの値段が580円。今のタイはあんま美味しくないんですけど、その分しっかりね、値段で安くなってますね。で、ちょっと種類がね多すぎてなかなか全部紹介できないんですけど、ちょっと全体取っていただいてもらってもいいですか？本当にものすごい魚の量と種類、まさに夢のテーマパーク。で、こっちだけじゃなくて、こっちにもまだ魚があって、こんな感じで長崎の天然ハマチ、こちら980円。これもね、多分油は少ないね、こっちは。まあ、ただ安い。で、サゴシとかハギとかアジゴとかね、いろいろ入ってて、これ一箱480円です。もうめちゃくちゃ種類がある。で、せっかくだから、いい魚の見分け方とかもちょっとねご紹介したいと思います。で、今これめちゃくちゃあるんですけど、まずね、やっぱ目の輝きですね。目の輝きがいいやつは鮮度がいいです。それはもう間違いない。で、めちゃくちゃいいスズキがいたんですけど、やっぱね、いい魚っていうのはほら、頭が細いんですよ。で、体高もあって分厚いし、まあんま触らない方がいいんですけど、軽くね触って、こう身の張りがあるやつ、弾力があるやつ、これ身にねしっかりパワーが残ってる、ちゃんと処理されてますね。で、あとこうちゃんとね締めて血抜きしてるかどうかとか、身が柔らかかったらもう締めて今日のやつで、身にストレスがないっていうね状態です。で、僕らの方ではこの状態をね、怒ってるとかって言います。まあ、死んでるんだけど怒ってるみたいな。はい、じゃあ今日はこの中から2種類ほど、買わせていただいて、家に帰って何か作りたいなと思います。で、1匹はお店の人に、で、1匹は僕が選びます。すいません、なんかおすすめはありますか？はい、今日は、はい、温かいというか、天然の続きが
朝取れた天然のスズキ、はい、これ何で取れたやつですか。底引き網。あ、底引き網。あ、じゃあ痛みも少なく、はい、いいですね。最近のスズキはすごい脂が乗って超えてきてるんで、はい、今がちょっとおすすめだと思います。わかりました。じゃあスズキをね、買わせていただきましょう。で、取れる漁法によっても魚の痛み具合って変わってくるんですよ。ぜひね、お店の人にね、聞いてみてください。僕はあの、この漁法が取れた魚は状態良くないとか僕は言えないんで。じゃあ、僕が最初に目つけたスズキですね。なんか僕の手柄みたいになっちゃいますけど、やっぱこっちですよね。そうですね、こっちの方が形も綺麗で、よう超えてるんで。こちらのバチバチのスズキを買わせていただきましょう。はい、じゃあ次はね、僕が選んでいきたいと思います。僕はあの、今回カマスを買おうと思うんですけど、こちらカマス見てください。長崎県産とこちら香川県産があります。一見ですね、香川県産の方がすごいね、見事に見えますよね。一見、ただこちら軽く触ったのとこちら軽く触ったの、身の張りがね、全然違います。これね、実は取れた漁法がね、多分違います。今回は長崎県産の方のこちらのカマスを買わせていただきましょう。で、ここの店舗は小さいんですけど、イカシモコーナーもあって、サザエとかオニオコゼとかイワガキとかハモとか、そういったものもね、生かしております。で、なんとホッキ貝もいました。おまけにね、ホッキ貝生きてます。生ホッキですよ、これ。生き生ホッキ僕初めて見た。北海道民じゃないからね。で、地元のものも豊富で、こういったベイカとかね、これ一ザル300円。それからね、地元のこれね、ザルエビだったかな、これも美味しいです。これ最高。ほんまいろんな種類がありますよ、これすごい。はい、じゃあ開店前なんですけど、レジを1台開けていただきました。払っていきましょう。すいません、お願いします。あんだけ見事な魚たちを買って3000円ですよ。安い。1円がね、すいません、1円負けていただけます。冗談です、冗談です、冗談です。じゃあこれでお願いします。はい、じゃあありがとうございます。はい、じゃあ無事に買いました。帰りましょう。はい、ただいま、サチューセッツ工科大学というわけで帰ってきました。よっこい小一。はい、じゃあちょっと出していきます。はい、というわけで魚が出せました。丸々ぷっくりと超えたスズキに、うさげなカマス、それからこちらホッキ貝ですね。で、ホッキ貝で1日経過しております。ただ昨日も状態良かったし、まだまだね、いい感じです。逆に身がちょっと熟成して良くなったかもしれません。それじゃあ今日はこの3種類の個体値を海鮮丼にね、していきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。じゃあまずこのパンパンのスズキの鱗を取っていきます。まあ、非常に鱗も剥げやすいですね。まあ、ただお腹がね、ちょっとあんま張ってないのでどうだろうって感じです。はい、で鱗が取れたら流してスズキを OK。 で、次カマス。カマスは鱗が細かいんですけど構いません。そのまま鱗をかましてください。ちょっと何言ってるか分かんない。カマスは塩焼きもうまいと思うんですけど、今回はね、炙り刺身にして丼にのすみたいな。はい、カマスも OK。 それじゃあバッとしてスズキを下ろしていきます。で、この包丁めちゃくちゃ切れるんですけど、ちょっと幅が細いので心配ですが、まあやっていきます。まず頭の方、切れ込みを入れていきます。で、こっちですね、ちょっと切って、で返して、こっちも同じように切っていきます。ちょっとタイムタイムタイム。ちょっとあの、内臓あれいっちゃった、あれ苦玉いっちゃったんでリカバリーします。こんなとこにあったのかい。うわわわわ、もったいない、カマスにまで。まあリカバリー OK です。で、ここの骨落とすとね、ちょっと刃こぼれ心配なんで、これちょっと返して、ここの白い関節の部分ですね、ここを狙って包丁を入れていきます。よし、はい、これで落ちました。じゃあお腹を裂いて見ていきましょう。こうやって頭をこうやって取ります。よいしょ。はい、頭が落ちました。まあ内臓脂肪はまずまずといったところですね。で、ほんの少し魚卵を持ってます。それじゃあこちらを洗えば下処理は完成です。で、次カマスは、返して普通にもジャコッと、斜めに切り取って、頭を OK。 んでお腹を裂いて腹を取っていきます。よいしょ。で、こんな感じ、白子がちょい、あともなんかいろいろ入ってるといった感じです。それじゃあこれも同じように洗いました。じゃあ割と久々なんでうまくいくか分かりませんけど、3枚におろしていきたいと思います。包丁入れて、うわ切れるな、
で返して切り込みで、ここも同じようにケツ入れて真ん中まで一気にいこうか。毛取るかな、いい感じか。で中骨通してシャッシャッシャッと、でこっち OK、 はい、うまくいきました。で返して同じようにこっちこうやって、よいしょ。で次中まで到達して、いやこれ早くできる人すごいな、全然わからん骨の感覚とか。でこう中まで入れたら外通して同じように引く、よいしょ。はい、オッケー、案外うまくいけた。じゃあ次こちらの腹骨を取ります。包丁入れて引いていく、よっ。で反対も同じように、取っていきます、よいしょ。はい、じゃあカマスはオッケー。はい、じゃあ次スズキ、じゃあこれもやっていきます。尻尾切れ込み入れて背中の方、ちょっと硬いんで逆さ包丁をひゃっと入れて、包丁を入れていきます。で中まで、包丁を入れて、ほんだら返して、こっちもちょっと鱗残ってるんで逆さ包丁を入れて、で、骨の中入れていきます、よいしょ。よし、ほんで中通して、切っていく。あやってた。やっぱりね、なんかこういくときに身切ってるなってなって、あやっぱなったなってなったらこうなるんですよ。まあ、言い訳するわけじゃないんですけど、包丁はね入ってるんですけど、まあ、入りが甘かったというとこですね。ここはまあリカバリーで、なかったことになります。よし、これでもう満点ですよ。こっちはもうくるくる巻いてね、あのお花みたいにしたら、これリカバリーのお花で返して、反対も同じように包丁を入れて、出刃じゃないからこう分かりにくいっていうのもあるんですよね、言い訳だけど。よし、次はちゃんと中まで入れて返す。でこう、よいしょ。で中まで行ったら包丁をまた通して、次は大丈夫かな、ちょっと慎重に、カット、よいしょ。でこっち OK、 いい感じ。でこの子も逆さ包丁を入れて骨を取っていきます、よいしょ、すくうように。で OK、 いい感じや。残ったところはリカバリーです。オッケー。でこのスズキ腹の厚みもあってね、そこそこいい感じです。よし、ほなこっち側も同じように包丁入れて腹骨取っていきます。深いな。オッケー、はい、ガタガタ。じゃあ次僕が嫌いな骨抜き作業いきます。カマスの骨を全部抜きます。こう指で触ってあったら引っこ抜くみたいな、そんな感じです。こう一度ね、あの肌触ってニキビがついてたら思わず潰しちゃうってやつですよ。はい、オッケー。そしたらバットに並べて、でこちらのおばあちゃん、これを振ります。よし、でこちらのどのご家庭にも1台、家庭用ガスバーナーですね。いきましょう。切れ込みを忘れていた。気を取り直してファイヤー。はい、じゃあこれで冷やしておきます。で続きは血合い骨、包丁で取ってピロ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 。じゃあセガは釜を剥いでいきます。セガはいい子でございます。正直この包丁切れすぎてね、前皮切ったんですよね。で端からジャコジャコ入れて、で皮を引っ張ったまま包丁を動かしていきますといった感じですか。よいしょ、はい、オッケー。でこんな感じ。おお、綺麗な身ですね。じゃあ次に味噌汁入れます。あ、作ります。水にスズキを丸ごとドカッと入れます。もう僕は全然匂いとかわからないんで、エラもつきっぱです。感じたことがない。じゃあ火をかけて放っておきます。じゃあ待ってる間に鳥貝いきます。鳥貝じゃないな、なんだっけ、ホッキ貝だ。もう貝なんかね、全然わからないですね。ホッキ貝は1回だけさばいたことあるんだけど、どうやったかな。包丁入れて貝柱を切るんだった気がします。上と下と、まあどっちが上とか下とかないんだけど、多分。はい、じゃあオープン。バカッと、うん、めったに見ないから感想が出てこない。まあ昨日生きてたからね。オッケーオッケー、よいしょ。でまあ周りも、切り取って、よいしょ、はい、オッケー。でどうだったかな、とりあえずこの周りのやつを切り取っていくんだった気がします。多分合ってます。よし、はい、じゃあ紐となんかと貝部分に分かれました。
で紐は紐で取っておくんですが、紐っていうほどの紐がねえんだよね。でまあ貝柱的なんとか取っておいて、よくわからない部分は捨てます。じゃあ次これ半分にしていきます。半分でよかったっけ。まあいいや。はい、オッケー。はい、こんな感じ。なんかうまそうだなこれ。アイゴのお腹の中みたい。でこれも取ります。はい、こんな感じ。んでしごいて、よし。でもう一個も、なんかちょっと取れすぎたけどリカバリーで、よいしょ。はい、これで OK ですね。であとは塩で揉んで洗って、で水気を取るだけです。はい、これで OK。 じゃあお椀に酢飯を加えて、はい、そしたらおっと、で切っていきます。もっちもちだ。んでそのまま並べていきます。でカマスもめちゃくちゃうまそうだね。よし。で普通の鶏貝とちょっと炙った鶏貝をのして、で隙間をこのリカバリーのお花をのして、で視聴者様にいただきました生おろしわさび、こちらをここに入れます。で軽くごまを散らせば、でちょっとネギも入れよう。はい、こちら浜湯特製スーパーの三色丼ぶり完成。じゃあこちらの味噌汁に味噌を溶いて入れて、で溶けました。で入る入れ物がないんで炊飯器の釜に入れます。炊飯器の釜に入れて、で味噌も入れる。でネギを加えたら、はい、こちら浜湯特製鈴木の味噌汁完成。はい、それじゃあ小鳥で味噌汁。はい、というわけでこちら浜湯特製スーパーのなんか2色です。三色丼と味噌汁。それじゃあ時計を始めようか。いや、めちゃくちゃうまそうですね。それではいただきます。で今日はちょっと休館日なんで水でいきたいと思います。晩まで我慢できるかってとこやけど。はい、じゃあ海鮮丼醤油をかけて、じゃあまずホッキ貝部分からいただきます。うん、生ホッキのね程よいしっかりとした食感、これがうまい。で程よく甘いですね、コリコリと。で炙りホッキ、うん、炙った方が好きやな。美味しいです。じゃあ次炙りカマス、うん、炙ってるからね、この皮目の香ばしさがパリパリして、香ばしさがパリパリでカマスのこのね身のうまさとマッチして抜群です。で最後はスズキ、うん、もうね全然水っぽくなくてしっとりとしててうまい。さっぱりともしてる。じゃあ味噌汁、うん、めっちゃ出汁が出て最高に美味しいです。スズキも大きい分ね、身もね大きい。うん、食べ応え満点ですね。うん、で麺玉が美味しい。うん、いろんな味が楽しめる。はい、それではあとゆるりといただきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆様いかがだったでしょうか。まあ今回のスーパーは香川と岡山にしかないんですけど、皆さんのね住んでるおところにもいいスーパー、鮮魚が豊富なスーパーないかね探してみてください。きっとあるはずです。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。では、see you next time! バイバイ!